皆さんこんにちは。 TDSW YouTube チャンネルです。タッチデザイナーで始める GLSL の第10回になります。よろしくお願いします。今回は、今ご覧いただいている読み込んだトップに対して回転および拡大縮小を行っているものを作っていきます。インプットにはランプトップのラジアルを利用しています。第3回では UV にフロートをかけて拡大縮小していたのですが、ここでは行列を使っていきます。今回やることは、まずは行列を使った回転、さらに行列を使った拡大縮小と、この2点になります。それではやっていきましょう。はい、今回はですね、このランプが、インプットされた状態から始めます。で、このランプは今 720×720 の解像度を持っていて、これが 1280×720 のこの GLSL トップにインプットされています。で、ここではですね、マイナス1から1への正規化を行っているので、この0か中心点になります。こうなります。ですので、ここから0から1というふうにここに配置されていることになります。で、 GLSL での行列なのですが、MAT2、MAT3、MAT4 という3つの型が使えて、これらをベクターと掛け合わせて使います。ちょっと注意点があって、この MAT2 を使うときは BEC2、 MAT3 を使うときは BEC3 と一緒にというように、最後の数字を合わせて使う必要があります。このシリーズでは、行列に関してはとりあえず使ってみようという姿勢でですね、 The Book of Shaders のこのページを見ながらやっていきます。ここですね。で、ここにまず簡単なトランスレート、これは行列使わなくてもできるので今回はカバーしないんですけども、このがあって、ここですね、この回転のとこに式がありまして、これが、この回転行列の式になります。それでですね、この式は、GLSL 上ではこのように表すことができます。これをちょっと書いていきましょう。今回は最初から関数として書いていきます。2のロテイト 2D ドートフルターン2グルマイナスサインのアングル、サインアングルと、ここですかね。エラーが出ているのでこれは直したいと思います。直りましたね。これで、関数が宣言されました。これを、メイン関数の中で使っていきます。使い方はこの P に作った関数を掛け合わせます。 Rotate2D、 これも動きをつけたいので時間を入れたいと思います。まだもちろんないので、ここで宣言して、でここに入れると、ロードユニフォームネームで入れると、すると、入ってないのでこの手書きで書いてしまいましょう。タイムで、ここにアブスタイム、とりあえずフレームとか入れてみると、あ、間違ってますね。こうですね。すごい早いのでこれをちょっとゆっくりにします。こういう感じで今回転ができるようになりました。で、これは今この GLSL の中心点で回転が行われてますね。これはマイナス1から1で正規化をしているので、全体の中心で回転が行われるようになっています。これを UV で見てみると、こういうふうになってますね。ここが0がここで、ここを中心に回っていると。いう感じになります。
で、これをですね、このインプットの画像の中心で回したいというときは、この回転の前に、位置をずらして、回転したらまた戻すというふうにします。こうすると、この画像の真ん中で回転するようになっていますね。これはお好みで構いませんので、今回は僕の方では真ん中で回すようにしたいと思います。で、これだとちょっと寂しいので、GLSL のインプットエクステンドモード UV のところをリピートとします。こうすると、タイル上に全部出てくるということになりますね。続いて拡大縮小の方もザ・ブック・オブ・シェーダーズの同じページに記述があります。ここですね、このスケールのところがあって、これが行列の式になります。これは 3D のものなんですけども、これを 2D にするとこういう感じの式になります。これを書いていきたいと思います。さらにマット2のスケールで、ベック2のスケールが奇数としてきて、ターン0 0 0、でもう一回00のスケールの y と、こういう形ですね。何かこうですね。これで回転用の関数ができました。これもメイン関数の中で使えるようにしていきます。p かけるイコールスケール、例えばベック2の1とか、ここを2とかにするとサイズがちっちゃくなるんですね。で、ここにフラクト関数を入れて時間を入れていきます。するとこういうふうなアニメーションになりますね。フラクトは0から1の、正確には0から限りなく1に近い数字の間を取るので、小数点以下の数字を返すものですので、そういうループになりますね。ちょっともうちょっとサイズを大きくしたいので、こういう感じで3をかけました。ちょっと方向を逆にしてみようと思うので、マイナスをかけますと、こういうふうになります。これをまた UV でどうなっているか見てみると、こう中心はここにあるけども、 UV の値が大きくなっているのがわかるかと思います。はい、これで最初にお見せしたものと大体同じものができました。あとはいろいろ値を調整して遊んでみてください。今回はここまでとなります。TDSW では毎月2回程度、週末にライブ配信ワークショップを行っています。チケットは PTX やイベントブライトからお求めいただけます。また、Patreon も利用しています。現在こちらの3つのプランがあります。これらのリンクは動画の概要欄にありますので、よかったらチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。